はい、じゃあね、4日目の補習をやっていきたいと思います。はい、まずなんやけれども、まあ、基本的にそんなに難しくないかなと思います。例えば、これ、ツンドラドって出てきてるやん。はい、こんな艦隊通ってんのどこやね。それから、ポドズルっていうのも出てる。ポドズルっていうのは、亜艦隊ですよね。だからこの時点で、南半球に基本的に亜艦隊ないですから、ウーは違うと。で、ツンドラドですよね。ツンドラドが見れるとこってどこやね。ああ、じゃあこれ多分 A も違うよね。しかも A に関してだったら砂漠通ってないとダメよね。砂漠通ってるんやったら砂漠のとこも見られるとおかしい。はい、じゃあ、A か E かのどっちかになるんです。で、もしも仮にね、これが答えが A やったとしてください。ああやったとしたら、これね、まあちょっと乾燥地域とか地中海性気候の地域をぐーっと通っていくね。地中海性気候やったとしたら、はい、広葉樹って呼ばれるような、木々が見られるはずです。ただこれ、ね、広葉樹が見られないっていうことから、ああでもないわけです。はい、ということから答えが、2番になります。答えは2番ですね。はい、じゃあ次、この問題、次の問題難しいよ。結構でもよく出てくるパターンの問題なんですけれども、はい、この問題ですね。問いの2番なんですけれども、図の1から4は、図1中の、A から D を源流とするやつだと。A のものを1つ選びなさい。さあ、A はどれかという問題になるんだけれども、まあね、まあ1つヒントがあるとしたら、A は熱帯ですよね。熱帯は年中はあまり変わらない。例えば、4番見て、めっちゃ変わるやろ。3番見てめっちゃ変わるやろ。じゃあこの時点で違うんですよ。4とか3とか、まあ1か2かだけど、1もねこれ3月ぐらい少ないけど1月ぐらい多いと。あ、じゃあこれも違うんだっていうことで2番です。2番が、はい、まあこれが答えなんですけれども、まあ他のやつもせっかくやったら見てみたい。正直ね、3というのクイズは難しいけど、まあ1番ぐらいやったらパッと出てくると思います。例えば1番なんやけども、B と C っていうのは両方とも夏に多い方なんです。まあ、CW 気候が多い中国のね、C ですかっていうのは言うにも及ばず、B に当たって、B でもですね、なんていうかな、雪解け水で多くなるね。ってことは、わかるかな？1番ね。1番はこれ当然 D になるわけ。ね、南半球で降水量。はい、さっき言った雪解けと、ね、なんていうかな、CW という話をしましたが、なぜ CW 気候が中国に分布しているかっていうと、日本と一緒で、梅雨の時期があるわけです。はい、なので、梅雨の時期、あ、でもこれ4月から増えて、あ、5月から増えてったらな、ちょっと梅雨が入るには早いですよね。はい、なので、こっち、3番が、中国の方になります。はい、ということはこれが C。はい、雪解け、日本やと雪解けってまあ3月ぐらいかなと思うかもしれんけど、日本よりもだいぶ高緯度です。はい、なのでこれが雪解けやという形で考えてくれると分かりやすいですね。はい、なので、はい、こんな感じになります。はい、答えはね、2番で OK です。はい、じゃあ次行こうか。はい、次の問題も実際にそんなに難しい問題じゃないです。あ、ちょっと読むの切れてますね。はい、次の問題なんですけれども、まあまあ、もう答えから言っちゃうか、単刀直入に。答えから言っちゃうと、2番になります。はい、2番何が違うんですかって思うかもしれんけど、現在大陸棚のなっている範囲、ほとんどが海面下にあった海陸棚ってです、大体200メートルぐらいのところを海陸棚って言ったりもしますが、はい、1500年、うん、全然ね、海面の高さっていうのは今よりも100メートルぐらい低いだけです。なので、
海面下になった、うん、これは違いますよね。大陸だなったとかは海面下になったっていうのは、はい、誤りです。はい、ということで答えが2番になります。はい、次行こう。これもね、至ってシンプルなのでただとりあえずちょっと説明しましょうか。はい、1番無視してください。2番、火山の周辺では上空に吹く風、日本上空吹く風ってなんやねん。はい、偏西風です。偏西風によって火山がボーンって爆発しました。はい、西から東に吹くので火山灰どっちに落ちるんですか。東側に落ちるんです。はい、なので2番誤りです。はい、3番、入園料の徴収が義務付けられて、違います。入園料を取ってもいいんですけれども、それを義務付けてるわけではない。はい、なので3番は違う。はい、4番だけど促成栽培、ちょっと農業の話になっちゃうけど、はい、これはビニールハウスなので行われるものなので、温泉や地熱を利用してっていうのは違うねっていうことになる。はい、ということで答え1番としましょう。はい、次ですね、鉱山地域の自然環境や人間生活は、地域によって大きく異なっていると。まあ、アンデス、チベット、ヒマラヤのどれかっていうところ、まあ多分ね、引っかかりやすい問題、これ、実に引っかかりやすい問題。例えばね、これ、トウモロコシや小麦であったり、ジャガイモって書いているから、これは多分チベットやアンデスじゃないんだよねっていうことは察しがつくんちゃうかな。まあ、ジャガイモとかって言ったら新大陸。なので、これがアンデスさん。ごめんなさい、さっきアンデスって言いましたが、まあ、これが、ヒマラヤであったりとかチベットでないことは明白だと思います。はい、で次間違えるポイント、その1、その1というか2個しかない、ヤクの方、ヤクって聞いたら真っ先に、はい、もうチベットって飛びつく。これは間違えるポイントなんですよ。なぜそれがダメなのか。そうするとこれが説明できない。鉱山、ツンドラや永久凍土の広がるこの地域では、わかる？だってヒマラヤ山脈の南かなり緯度低いですよ。その地域で鉱山ツンドラや永久凍土が広がると思えますか？いな、広がりません。はい、なのでこっちを、チベット高原は実際にツンドラ気候を分布してるからね。はい、こっちがツンドラ気候。はい、こっちがヒマラヤ山脈。としてあげたら OK よということですね。はい、そのことから答えなんですが、答えは5番。ごめんなさい、答えは5番という形になります。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次の問題なんですが、はい、 A の川、はい、アマゾン川ですね。アマゾン川は流域面積は世界最大です。世界最長の川は、長さが最大なのはナイル川でしたが、はい、最大なのは A 川です。次 B、 地溝帯、これアフリカ大地溝帯ですね。はい、これは大規模なお家になる、これ間違いじゃない、アフリカ大地溝帯。 C の山脈、 C ここや。はい、この山脈結構マイナーな山脈やけど、カフカス山脈、この辺りっていうのはもうちょっと省略しますが、新規造山帯に属しているところ、ね、はい、なので当然古規造山帯の G っていうのは違うから答えは C になる。D の平原、河北平原って呼ばれるところですが、まあね、
黄河とかの河口域になってます。なのでこれ4番が、もう正しいよということです。答えが3番になります。次こうしておきましょうか。はい、ちょっとここら辺のね、珊瑚礁分布可能外縁線っていうのがちょっと歪んでますよね。これなぜなのかっていうところです。じゃあこうなってるんでしょ、こうなってるんでしょ、もうここまで書いたら分かるかもしれないけど、何が原因やねん。はい、ここにはペルー海流と呼ばれる寒流が流れている。はい、ここには失礼しました、はい、ベンゲラ海流と呼ばれる寒流が流れている。はい、なので答えは1番よという形になります。はい、さっきね、ペルー海流のところには、はい、アタカマ砂漠が形成されてますよっていう話はしました。じゃあ、ここら辺ね、には何が形成されてるのか、これもセットで覚えましょう。ナミブ砂漠が形成されてる。はい、これをセットで覚えておくと非常に便利ですし、まあ、記号区分を押さえる点でも、あ、ここだけは、そういうね、気候が分布するんやっていうのも、押さえておきましょう。はい、じゃあ最後の問題いきましょう。はい、次、アーから A の島や半島周辺のプレートの分布に関するものですね。はい、あーなんやけれども、これも、見られないって書いてありますが、あ、ハワイ周辺では、はい、ホットスポットが見られる。だから火山もあるんです。はい、次、E 半島はプレートとプレートの狭まる境界に位置する、ためですね、火山が発生しやすい。狭まる境界ちゃうんやで、ここ最近出てないからそろそろ出てもおかしくないですよね。サンアンドレアス断層、そう、付近に見られるこの近くはずれる境界です。ちょっと珍しいよね。今までも広がる境界と狭まる境界の話はしてきましたが、ずれる境界の話はほとんどしてこなかったと。なぜかずれる境界で覚えておいてほしいのは、まあ、ほぼこれセンターレベルで出題されるのはこれしかほぼないからです、はい、なので E のところっていうのはずれる境界やって思ってください。はい、次行こうか。ウーなんやけど、ウーの島ですね、マダガスカルです。マダガスカルは広がる境界って書いてるけど、これね、はい、アフリカプレート上です。だから広がる境界も何もないです。ただのプレート上です。はい、ということから U も違う。はい、ということは答えが A ですよね。はい、A はインドネシアのあたりになるんですが、狭まる境界に位置するから非常に地震が発生しやすいということから答え4番にしてあげてください。はい、じゃあ今日の補習はこれで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また頑張りましょう。